株式会社ハンダヤは、宮城県仙台市に本社を置く、大衆食堂ハンダヤなどを運営する企業である。自社ブランドである、大衆食堂ハンダヤを直営及びフランチャイズにより、全国展開している。また、佐川アドバンスとの業務提携により、社員食堂、ハンダヤ佐川急便構成旨店を運営している。他に、仙台市で自社ブランドの回転寿司店、キララス氏、及び、 他社ブランドのびっくりドンキー餃子の王将も営業している。かつて飯のハンダヤのブランド名で宮城県仙台市を中心にチェーン展開していた。1970年代後半には TBC テレビなどでうまい安い飯のハンダヤ味噌ラーメンもあるよ。や、1980年代後半1990年代初頭までは 男性が一心不乱にどんぶり飯を食べるテレビコマーシャルを流していた。飯の半田屋駅前転戦後占領期の仙台駅前には屋台や青空市場などが並んでいたが、1950年に青葉2の建設が始まると、建設中にもかかわらず、道通りの歩道部分にも屋台が連なるようになった。青葉2が完成した1954年、国鉄仙台駅、 西口側の中家町にあった菓子工場の跡地にジャンジャン横丁が設置された。1958年6月11日、そのジャンジャン横丁において、庶民にお腹いっぱい食事をしてもらうことを願って、飯のハンダ屋が創業した。創業者に近い古川の協力者から仕入れた食材を使い、ハンダ屋の飯は笹2式100%。 安くてうまいものを心豊かにお腹いっぱい食べることができる店としてカフェテリア形式で展開した。この1号店は駅前店として長く営業を続け終戦後の闇市飲食店的雰囲気を伝えており聖地と呼ばれていたが再開発の影響により2008年7月26日に閉店した。大衆食堂ハンダや 仙台一番頂点1980年代までは店舗名がメッシのハンダ屋ブランドのみで伝票方式のみの生産方法をとっており仙台市周辺のみの店舗展開であった1990年代になり座席数の多い郊外店のメッシのハンダ屋ではカフェテリア方式の導入が始まった店舗によってはファミリーレストランを意識したソファ型ボックス席を 設置する等の改革が図られた。この頃、北海道札幌市など、宮城県以外の地域へも、メッシュのハンダやブランドで出店を始め、一部では、フランチャイズ展開も開始した。2000年頃からは、内外装に、レンガや木をふんだんに使ったおしゃれな雰囲気の大衆食堂ハンダやブランドで、中田店を皮切りに改装を開始。インテリアには、 トーイスやソファー型ボックス席を多用し、おしゃれなファミリーレストランの雰囲気を出し、イメージチェンジが図られた。メッシェのハンダやブランドでは、安い飯を大量に、オモっと落としていたが、大衆食堂ハンダやブランドでは、ソフトクリームや、フルーツなどのデザートの拡充、ドリンクメニューの追加、大皿から、自分の好きな分だけ取れる、おかずの導入、一貫から選べる寿司、 女性向けの少量で多種類の食事などを導入した。飯のハンダ屋としては、仙台市と札幌市のみの展開だったが、この大衆食堂ハンダ屋ブランドの成功により、全国へ出店構成をかけることになる。この結果、現在は公式 HP で、飯のハンダ屋のひらがな表記店舗を確認することはできない。最後までハンダ屋を冠していた六丁の目店も 2009年7月3日のリニューアルにより、ハンダヤに外装を衣替えされ、すべてのハンダヤが姿を消すこととなった。ハンダヤは店舗によって、注文、生産方式が分かれる。まず、何を食べるかを選ぶ、注文の段階では、従来からのセルフ方式店舗に加え、最近では、オーダー方式の店舗も存在する。生産の段階で分類すると、セルフ方式店舗において、 伝票方式とカフェテリア方式とに分かれ、食事と生産の順序が異なる。ハンダ屋は従来からセルフ方式の店舗がメインになっている。まず、店に入ってトレーを取り、並んでいる単品のおかずから自分の好きなものをトレーに乗せ、バックヤードに続く窓口のところに行く。窓口ではご飯や麺類などの主食を注文する。 ご飯はその場で盛り付けて渡されるが、麺類の場合は、番号札を渡される。この後の利用法が、伝統の伝票方式と、現在のカフェテリア方式とで大きく違っていた。カフェテリア方式の店舗の場合は、そのままレジに並んで生産し、その後食事をすることになるが、伝票方式の店舗の場合は、食べ物を取り終えた時点でお金を払わずに空いている、席に座り、 そのまま食べ始めてよい。店員が無言で斜め後ろあたりに寄ってきて、食べているものを伝票に書き込む。書き終わると、伝票を斜め後ろからテーブルの上にすっと置き、店員は無言のまま立ち去る。食事が済んだら下前口に、下前して、伝票をレジに持って行き、生産して、店を出る。メッシのハンダやブランドでは、店舗によって、 伝票方式とカフェテリア方式とに分かれていたが、メッシのハンダ屋ブランドは現在では絶滅しており、古くからのハンダ屋好きからは伝票方式の復活望む声も聞かれる。残った大衆食堂ハンダ屋ではすべての店舗でカフェテリア方式が採用されている。なお、最新のハンダ屋には吉野家と同じようなカウンター方式で注文を取る店舗もできた。セットメニューがメインで、 ラーメン200円、そば、うどん120円、カレーライス250円などのメニューもある。セルフ方式は、注文を取る従業員の分の人件費はかからないが、入店から退店までの時間がかかり、客の回転率が良くないという問題があった。そのため、仙台のビジネス街に出店したハンダ屋で、このオーダー方式が導入され始めている。 客の回転率を高くして収益性を上げることで三大都市圏のビジネス街でも戦えるようなデータを集めていると考えられる。ハンダやブランドのこの食券方式は中央二丁目店の失敗で絶滅したと思われていたが滝沢ハイウェイ食堂などで復活している。ハンダ屋にはハンダや三種の人技とも呼ばれる三つの象徴がある。学生利用者が多い。 ハンダ屋ならではのユーモアであるとも言われている。ハンダ屋は創業以来生まれた時から丼飯のキャッチコピーを使用している。幼い女の子が口を大きく開けて丼飯を頬張る写真とこのキャッチコピーが書かれたポスターが店の髪型に掲げられている。これは大衆食堂ハンダやブランドでも変わらず続いている。初期のポスターには 飯はすべて笹2式100%心豊かに腹いっぱいお召し上がりくださいと表示されていたが現在では削除されている。飯のハンダやブランドの店では小さなお札くらいの大きさに達筆で書かれた大尺は友を失うゲーテの文言が店内の至るところに貼ってあった。実際はこの金言はゲーテによるものではなくハムレット大一幕。 第3話59行目フランスへ旅立つ息子、レアティーズに忠告するポローニアスのセリフから取ったものである。借り手にもなるな、貸し手にもなるな。借金は倹約の人法を鈍くし、貸し金はどうもすれば、その元金を失いまたその友をも失う。半田屋を語る上で欠かせないのが、飯の存在である。米の名産地である、宮城県に立地するチェーンである以上、 顧客の米の食味に対する要求水準は高い。ハンダ屋はあくまで宮城県産米の使用を堅持することにより、米にうるさい仙台市民、宮城県民の満足を勝ち得てきた。ハンダ屋は創業した戦後間もない頃からご飯の森が多いことを店の特徴としてきた。戦後60年も経ち、グルメブームを経験した現在において、その森具合は異質でさえある。 レジ近くの上の方に掲げられているメニューには、それぞれ値段が書いてある。しかし、メニューにある、飯には、価格が表示されていないどころか、とても食べられません。で十分ですと書いてある。伝票方式の場合には、とても食えない。でたくさんです。と伝票にも印字されている。ただし一部の店舗では、飯が提供されている。例を挙げれば、石川県の野の市店では、 飯を270円で販売している。飯は飯の上に飯の丼をひっくり返してご飯を盛り、しゃもじでご飯がこぼれないように整えてから提供される。また、ハンダ屋では地方の実情に合わせご飯の炊き方を変えており、石川県では柔らかめにしている。飯のハンダ屋、ブランド時代は本社のある仙台市と札幌市のみに、 店舗展開をしていたが、仙台市内での大衆食堂判断やブランドの成功により、全国展開を始めた。それは、直営店とフランチャイズ店の二通りで行っているが、出店場所に特色がある。まず、全国展開の初期には、競輪場、競馬場、競艇場などの周辺に出店している。などがこの例。ここで、客層や客単価の分析が進み、 競馬場等の近く以外でも出店するようになる。次なる客層を狙い、兵庫県三木市に関西1号店を出店した。店舗は山陽自動車道三木尾のインターチェンジから出てすぐの国道175号沿道にあった。この店舗はオートバックスとのコラボレーションとして注目を集めた。しかし、何らかの理由で撤退に至っている。 現在は仙台市、札幌市、広島市を各に全国の都道府県全てに出店するかの勢いで構成に出ているが従来のロードサイド単独店以外の出店方式として若者が集まる中心商業地や駅前に進出したり郊外ショッピングセンター等の棚子としての出店形式も取り入れている。なお仙台のハンダ屋中央2丁目店では 吉野屋のようなカウンター、オーダー方式を採用して、他都市のビジネス街に出展し始めるためのデータ収集を開始していたが、営業終了し、高速インター店にそのデータを活かしている。2004年に北池袋店が開店した際には、首都圏ローカルの雑誌や TBS のテレビ番組、王様のブランチで取り上げられるなど注目を浴びた。 また、日本経済新聞2006年10月18日長官には、東京都内に、食券方式の小型店舗を展開する方針との記事が掲載された。しかし実際には、2007年6月に、東京、千葉地区で、ハンダイのフランチャイズを行っていた、株式会社ポポラーレが、同地区でのハンダイ事業を見直し4店舗を閉鎖したために、 2010年2月現在都内及び千葉には店舗が存在しない。ちなみに食材は中国の大連で作っている。ありがとうございます。